サンダーバード、サンダーバードは、西日本旅客鉄道、JR 西日本及び IR 石川鉄道が、大阪駅金沢駅、和倉温泉駅間を、東海道本線、湖西線、北陸本線、IR 石川鉄道線、七尾線経由で運行する特別急行列である。本校では、前身にあたる特急列車、来庁、来庁とともに、 その周辺群の臨時列車及び、京阪神と北陸地方を結ぶ、優等列車の遠隔についても記述する。1995年4月20日に、4 8 5系で運転されていた、来町の一部列車に、当時新型車両であった6 8 1系電車を投入し、この列車を、スーパー雷町、サンダーバードとしたのが、サンダーバード始まりである。 1997年3月22日のダイヤ改正でスーパーライチョー、サンダーバードからサンダーバードに改称された。これ以降、681系とその後継者である683系電車を使用する列車はすべてサンダーバードとしていたが、683系の投入により485系で運転されていたスーパーライチョーはサンダーバードに合わされ、 廃止された。その後、683系の増備により、来庁の運転本数は徐々に減少し、2011年3月12日のダイヤ改正で、すべての列車が681系、または683系のサンダーバードとして運転されるになった。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間の開業により、 新幹線と重複する金沢駅と山駅、魚津駅間は廃止され、金沢駅と山駅間は、新幹線、剣、シャトルタイプ、それから、さきの黒部うなずき温泉駅等は新幹線、白鷹、停車タイプで代替されている。金沢駅、枕温泉駅間について、JR 西日本は、七尾線に乗り入れる特急の存続に、前向きな方針を示し、 最終的に一往復が、IR 石川鉄道を経由して、七尾線に継続して乗り入れることになった。その他は、金沢駅、枕温泉駅間のシャトル列車、のとかがり火で対応する。また、山陽、九州新幹線沿線から、北陸新幹線沿線並びに、白鷺、ダイナスター、のとかがり火とともに、石川県の南下が、 のと地方から首都圏への重要なアクセスを担っている。2017年3月のダイヤ改正以降、一部の列車において2カ国語日本語、英語による列車自動放送が投入されている。名付け親は当時の JR 西日本社長、井出正隆。JR 西日本の公式説明によれば、サンダーバードはアメリカ先住民族の数族に伝わる神話に、 登場する雷光と雨を起こす巨大なワシに似た空状の鳥であり、これに由来して命名されたものとしている。当初、スーパー雷鳥、サンダーバードという列車名だった経緯もあり、サンダーバードは鳥の雷鳥の英語名、雷鳥の雷がサンダー、鳥がバードであるためとしばしば誤解される。実際の雷鳥の英語名はグラウスもしくはターミガンである。 681系がスーパーライチョウ、サンダーバードとして営業運転を開始した際の JR 西日本のテレビコマーシャルには1960年代のイギリスのテレビ SF 人形劇、ドラマ、サンダーバード国際救助隊のキャラクターを起用していた。CM の内容は北陸エリアと関西エリアとで若干異なっていた。2017年現在、 定期列車は大阪駅金沢駅間で24往復が運転されている。内1往復は和倉温泉駅まで延長運転されている。所要時間は大阪駅金沢駅間が2時間35の40分である。全列車が湖西線経由で大阪駅を発着として運転されるが、強風などで湖西線が運転見合わせになった場合は米原駅経由で 迂回運転される。前原駅では原則として運転停車だが事情により客扱いをすることもある。2000年代に入ってからは平卸しと呼ばれる強風による運転規制の強化により迂回運転が増えていたが、暴風策の設置工事により迂回運転は減少するとしている湖西線路線環境を参照。迂回運転による所要時間の増加は 約30分だが、折り返しとなる列車がさらに遅れる場合も多い。風が昇降状態となり、かつ運転規制が解除されると、湖西線経由に戻される。なお、何らかの理由で湖西線が普通になった事態を想定して、前原駅経由のダイヤもあらかじめ設定されている。なお、北陸新幹線金沢開業以前の2015年3月13日までは、14、 往復が大阪駅富山駅間、1往復が大阪駅宇津駅間での運行であり、大阪駅富山駅間の平均所要時間は3時間20分であった。富山駅、宇津駅発着系統は増結により12両編成で運転される場合、列車によっては金沢駅で1の9号車と10から12号車の増解決を行うことがあった。2017年3月4日現在、 一往復のみ、金沢、和倉温泉延長運転。白衣・七尾、和倉温泉に、上りの三津端にも停車。水田総合車両所京都市所もしくは、金沢総合車両所に所属する681系、電車及び683系、電車給料編成が充当されている。681.683系の使い分けはなく、共通運用で、 681系及び、水田総合車両所の683系で、バンダイは1から6号車が基本編成、7から9号車が付属編成で、枕温泉駅発着列車では付属編成が、金沢駅で増解決され、金沢駅、枕温泉駅間は6両編成での運行とな。また、 金沢総合車両所の4000番台は1から9号車まで9両固定の編成である。なお卓客機は大阪型に681系もしくは683系の3両を増結して12両編成での運転となる。また、水田総合車両所京都市所に所属する681系1000番台、先行試作車は2015年3月14日の 北陸新幹線の金沢開業からしばらくの間は白鷺運用についていたが同年7月からはその使用車両に余裕が出てきたことが理由としてサンダーバード運用に復帰しているかつては1号車グリーン車が大阪方の先頭車であったが北陸新幹線開業に伴うダイヤ改正に伴い編成の方向転換が行われ 2015年3月14日以降は1号車が金沢型の先頭車となっている。基本的に毎週月曜日、休日の場合は火曜日のみの運行で大阪発金沢駅の1本が運転されている。京阪神から北陸地方への単身赴任者の利用を見込んで2002年度の冬からサンダーバード3号として運転を開始し2003年度の冬に ビジネスサンダーバードに列車名が変更されている。当初基本編成単独の6両編成であったが、2009年3月14日のダイヤ改正から付属編成単独の3両編成となった。途中の停車駅は、新大阪駅、京都駅、鶴ヶ駅、武雄駅、福井駅、あわら温泉駅、小松駅ある。北陸方面から、ユニバーサルスタジオジャパン。 USJ、JA、への集客を目的に、富山駅、ユニバーサルシティ駅間で運転されていた、臨時列車で、大阪駅を経由せず、梅田貨物線、大阪環状線、桜島線、R 夢崎線経由で運転されていた。USJ が開業した年の2001年7月から、サンダーバード94号として運転を開始し、2002年の春から、ユニバーサルエクスプレスとして1日1往復が、 運転されようになった。運転開始当初は、通年運転で、後に夏と冬に限定されていたが、2010年の春以降は運転されていない。全区間6両編成の全車座席指定席で、途中の停車駅は、新大阪駅、京都駅、鶴ヶ駅、武雄駅、福井駅、香川温泉駅、小松駅、金沢駅、高岡駅であった。富山県富山で、 お原風の盆が開催される時期に合わせて、富山駅から高山本線を経由して、越中八尾駅まで運転されていた列車である。京都総合運転所配置のキハ181系、機動車の5両編成で、全車座席指定席となっていた。また、同車の間合い運用として、富山駅越中八尾駅、井谷駅に臨時快速列車が設定されていたこともある。 キハ181系が2011年度をもってすべて廃車となったため、2011年以降は設定されなくなった。2003年から2010年まで、下りは9月1日から9月3日、上りは9月2日から9月4日に運転されていた。2003年から2005年は、大阪駅発着が1往復、1.4号と金沢駅発着が1往復、 2.3号運転されていが、2006年には、金沢駅発着列車を、福井駅発着に変更して1往復2.3号運転。2008年からは、福井駅発着が、大阪駅発着に変更されており、2往復1から4号が運転されている。上りは、越中八尾駅を、日付が変わった深夜に出発し、そのうち大阪駅行きの列車。 2005年までは4号、2006年は2号に関しては夜行列車となる。停車駅は次の通り、2001年3月大夜改正により、かつて大阪駅青森駅間で運転していた白鳥1往復と新潟駅発着の来鳥3往復の金沢駅移動が北越に統合されて新潟駅発着の来鳥が廃止された。しかし、 大阪駅新潟駅間でお盆、年末年始、ゴールデンウィークなど多客時に運転する臨時列車として2001年秋に来庁として設定されていたが2002年の夏からふるさと来庁として2009年ゴールデンウィークまで運転されていた車両は当初は京都総合運転所の485系2005年夏の運転より 金沢総合車両所所属の489、軽ボンネットが使用された。途中の停車駅は、新大阪駅、京都駅、鶴ヶ駅、福井駅、小松駅、金沢駅、高岡駅、富山駅、魚津駅、糸井川駅、直越駅、柏崎駅、長岡駅、三月駅、東三条駅、鴨駅、新津駅であったが、2003年度から、 大阪駅金沢駅間は、内町の基本の停車駅になり、金沢駅新潟駅間の停車駅に吐く駅が追加された。1990年4月1日から9月30日の間で開催された、大阪市鶴見区及び森口市にある鶴見緑地で行われた国際下と緑の博覧会、花博へのアクセス向上を図るため、富山駅と京橋駅との間を運転する。 臨時列車が一往復設定されていた。なお、この列車は、大阪駅を経由せず、新大阪駅から、梅田貨物線、大阪環状線天王寺駅を経由して、京橋駅とを結んでいた。運転日は、1990年4月1日7日8日14日15日と22日から7月15日の土曜、休日と、 7月21日から8月7日と10日から20日の毎日25日から9月30日の土曜、休日で、上りは、富山駅発6時54分、京橋駅に11時33分、下りは京橋駅発17時8分、日日に,により17時13分、富山駅に22時2分のダイヤであった。停車駅は、京橋駅天王寺駅から新大阪駅。 京都駅、鶴ヶ駅、竹尾駅、鯖井駅、福井駅、粟原温泉駅、加賀温泉駅、小松駅、金沢駅、伊則駅、高岡駅、小杉駅、富山駅。また、これ以外にも花博開催期間中は、直線距離での最寄り駅である、茨城駅に一部の、来庁が、臨時停車していた。京阪新地区から立山黒部アルペンルートを結ぶ、列車として、富山駅から、 富山地方鉄道に直通運転していた時期があった。大阪や京都などの主要駅で、立山やうなずき温泉といった地名が放送される、効果が絶大だったこともあり、特に、うなずき温泉の旅館業者から、復活要求が強く出されていた。JR 西日本も、国鉄時代の実績があったことから復活に前向きとなり、1990年7月21日、 キハ65系エーデル車を用いた、リゾート立山が、大阪駅富山地方鉄道立山線、立山駅間で運行を開始、翌年には、リゾートなずきが、大阪駅富山地方鉄道本線うなずき、温泉駅間で運行を開始した。これらの列車は、富山駅までは、台帳と並結して走り、私鉄線内のみを単独走行するという異色な、ものであった。 1991年9月には、リゾート立山、うなずきに代わって485系のスーパーライチョウが、私鉄乗り入れを開始。それぞれ、スーパーライチョウ山、スーパーライチョウうなずきの愛称が付けられた。翌年7月からは、この485系を使用した、夜行急行、リゾート立山も運転された。前年まで運転されていた特急と同じ愛称が付けられた。 この列車もまた、立山駅到着後に、富山駅まで改装され、スーパーライチョウの運用に戻る、当期は、列車名を、シュプール立山に変えて運転される、といった異色な存在であった。1995年4月には、私鉄乗り入れ車両を4 8 5系から6 8 1系に変更、愛称も、スーパーライチョウ山、サンダーバード、スーパーライチョウナ サンダーバードとなった。そして九百九十七年三月二十二日のダイヤ改正から九百九十九年十二月四日のダイヤ改正まではサンダーバード立山、サンダーバード宇なずとして運転されていた。廃止理由は利用率が三十五パーセント以下と低迷していたことや六百八十一経営の置き換え後は電圧効果に悩まされていたこと、JR では 車両特性が山岳線に合わず付属編成に故障が多発していたこと、ワンマン化の影響などによる、新州方面へのスキー客輸送のため、2004年度2005年度は、黒姫駅大阪駅間で、シュプール来町新越が運転されていた。途中の停車駅は、新大阪駅、京都駅、糸井川駅、直越駅、荒井駅、明光高,高原駅で、列車の運転時刻に合わせて、 主要駅からスキー場までのスキーバスに接続していた。新州方面への登山やトレッキングへのアクセスとして、1989年以降、神戸駅発着のスーパーライチョーが新越本線経由で長野駅まで延長運転されていた列車があり、この列車はスーパーライチョー新越として運転され、その後681系が登場してからは、 スーパーライチョウ新越サンダーバードとして運転された。また、2002年のお盆を除く夏休み期間中の日曜日に、新州方面から京阪新地区へ、新州号が、秒高高原発大阪行として一本、運転されていた、往路は急行、新州トレッキング号として運転。2003年は、トレッキングエクスプレスに改められ、大阪駅糸井川駅間で運転を行い、 土曜日に大阪発糸井川行きが、日曜日に糸井川発大阪行きがそれぞれ485系6両編成、全車指定席により運転されており、糸井川駅では白馬方面からのバスに接続するなど、新州地区の観光地とのアクセスも強化していた。京阪神北陸間の流動は、用務客や観光客などが多く、2009年度の1日、 下り片道平均乗車数は7951人。日本海を含むで、バブル崩壊後の1995年度から、観光利用を中心に減少傾向にあるが、JR 西日本の特急列車としては2番目に利用が多い。朝の上り、夜の下りを中心に、湖西線内の片大駅、大見今津駅に停車する列車があり、湖西線から、 大阪方面の通勤利用に対応している。湖西線内では、定期券、回数券との組み合わせ限定の、湖西通勤回数特急券、特急回数券も発売されている。2015年3月の北陸新幹線、金沢開業に際して、当列車の金沢伊東、七尾線直通を除くの運行が廃止され、関西方面と富山の間の鉄道利用は、 新幹線の乗り継ぎを前提とする形に変更されたが、これに関連して、富山からの上り始発列車での大阪到着が遅くなること、実質的な料金上昇となることなど、利便性が低下する点が指摘されている。北陸と新潟間には一定の流動があり、系統分離後も北陸地区で、特急同士の乗り継ぎも可能な新潟往復切符が発売されていたが、 北陸新幹線金沢開業に伴い廃止され、新幹線利用を前提とした、新潟自由席往復切符、JR 西日本、白雪、北陸往復切符、JR 東日本に変更されている。大阪駅金沢駅間で週末に運転される臨時列車として、運転を開始した、準急列車である。急行、北陸の混雑緩和と京阪神から、 国立方面への温泉観光輸送の目的として設定されたが、時間帯の良さと料金の安さが好評で、年間の乗車率は高く、1954年に週末運転から確実運転に変更され、さらに1955年には定期列車化された。1956年から名古屋方面に直通する車両の連結が行われ、これは、 北陸地方と中京圏を結ぶ優等列車の誕生につながった。1963年に急行列車化とともに471系の電車運転に変わった後、1965年に加賀に統合されて一旦廃止された。1968年に湯の国は大阪駅、金沢駅、和島駅間を結ぶ急行列車として列車名が再度使用されることになる。 大阪・金沢間の列車には471、軽電車が引き続き使用されたが、七尾線に直通する列車については、キハ58系、機動車が使用された。1970年からは、機動車列車にもグリーン車の連結を、開始、1972年から一部の区間で、普通列車化されたものの牛津駅まで乗り入れ開始した。百七十五年三月のダイヤ改正で、 京阪神と北陸を結ぶ優等列車の大半が古西線経由になった後も前原駅経由で運転された。来庁の増発が進められ、1978年に軌道車列車が廃止された後、1982年にすべて廃止された。上野駅長岡駅大阪駅間で運転されていた急行、北陸が1956年11月のダイヤ改正によって、 上野駅福井駅間に短縮されたため、大阪方面への代替として運転を開始した列車。1965年に電車化される。湖西線開通後の1975年3月のダイヤ改正で来庁とともに湖西線経由となった。しかし、その後の来庁の増発に伴って本数では大きく差をつけられる。 1982年11月のダイヤ改正で、台帳に編入される形で、定期運行がなくなり、583系電車による夜行の臨時列車一往復のみとなったが、それも1985年3月に廃止された。定期運行の末期は、富山駅伊で快速列車として運転する列車もあり、糸井川駅や富山地方鉄道にも乗り入れていた。国鉄時代における、 富山地方鉄道乗り入れの廃止理由は急行の特急格上げと当時は短編制で走れる特急型が存在しなかったためでもある列車名は日田山脈北アルプス北部に位置している立山が由来となっている湯の国の混雑緩和を図る目的で1961年に大阪駅金沢駅間で運転を開始した金沢駅は土曜日日曜日に 大阪駅は土曜日、日曜日、月曜日に運転され、EF58 系、ED70 系、DF50 型などの機関車に牽引された43、軽客車で全車指定席の給料編成で運転されていた。北陸トンネルの開通を機に、金沢駅の列車は金曜日にも運転されるようになり、北陸本線が金沢駅まで電化されると、 湯の国と同時に急行列車化されたが、1968年に湯の国に統合されて廃止された。その後1970年以降、繁忙期における大阪・金沢間の臨時客車急行列車として1991年まで運転していた。1962年に北陸トンネルの開業に合わせたダイヤ改正により、大阪駅金沢駅間の急行列車として、 運転を開始し、当時は、機動車で一往復運転されていた。この列車の運転に際しては、福井県、石川県の鉄道再建に依存したため、金沢駅発着とし、列車名は、福井県の旧国名が採用された。なお、福井駅からの着席サービスのため、金沢駅福井駅間のうち2両は、改装扱いで運転されていた。1963年に、 大阪駅金沢駅間の急行、越前は加賀に統合されたが、越前は鶴ヶ駅金沢駅間の準急列車で使用されることになった。鶴ヶ第二機関区の入りで区を兼ねた列車であったが、わずか6ヶ月で廃止され、くず流に統合され、再び大阪駅金沢駅間の急行列車として使用されることになった。しかし、 同区間の急行列車の名称も1965年に加賀に統一された。越前から解消された、九ずも上野駅福井駅間の運転区間に変更された、白山と運転時刻が似通っていたため、1965年10月に廃止された。北陸本線の金沢駅と山駅間の電化により1964年に、 運転を開始したが、同区間を客車で運転されていた、立山が電車で運転されるのに合わせて1965年に統合され、わずか1年で廃止された。特急、来庁は、北陸本線の金沢駅と山駅間の電化に合わせて1964年10月1日のダイヤ改正において、大阪駅と山駅間でダイヤが設定されたが、 無効調運転所、後京都総合運転所、現在の水田総合車両所京都市所所属の四百八十一系の完成が遅れ、同年十二月二十五日から十一両編成、グリーン車二両、食堂車一両を含むで運転を開始した。九百七十一年からは、無効調運転所に先行配置された四百八十九系十一両編成、グリーン車二両、 食堂車1両を含むも485系と共通で使用され、1972年3月15日ダイヤ改正からは12両編成下の上で485系と運が分離され、特急、白山と共通で組まれたが、1973年10月1日改正で489系の車両配置が、金沢運転所、現在の金沢総合車両所に移管された。 なお、無効調所属編成も1976年7月までに12両編成化がなされているほか、金沢運転所持ちの運用には、白鷺と共通の485系、無効調所属編成と同一蘇生も使用されるようになった。1978年10月2日には、白山の食堂車が廃止となり別編成となった関係で、489系との共通運用が、 不可能となったため、白鷺から遺憾される形で、無工庁所属の581.583系12両編成、リーン車1両、食堂車1両含むが4往復で運用を開始したが、485系と比較して座席などの設備が不評であったことから、1982年11月15日以降、に往復に縮小された。なお、 定期運用からは1985年3月13日、限りで運用が終了したが、以後もダイソーや多客機の臨時列車として充当される場合があった。1982年11月15日ダイヤ改正では、食堂車が復活した白山との金沢運転所の489系の共通運用が再開されたが、こちらはグリーン車は1両のみの連結となった。 1985年3月14日以降、食堂車が廃止の上、全列車が無工庁所属の485系重量編成、グリーン車1両含むで運用されるようになった。一部では普通車に変えて、食堂車を改造した4人用座敷風グリーン個室、和風車団覧を連結するものもあった。この和風車団覧は1989年3月10日で、 運用を終了したが、ダウンジカー、半室グリーン車に再改造され、来ウにパノラマ型グリーン車とダウンジカーを連結したスーパーライチョウとして、翌3月11日に運転を開始した。スーパーライチョウ運転開始と同時に、485、系は、ユ・ウトピアワクラ、リゾート立山等の木原65系機動車を、並結した列車を除いて、 湖西線及び北陸トンネルの堀線内の最高速度が時速 130km に引き上げられ、スーパーライチョーは大阪駅金沢駅間は最速2時間39分で運転された。当初7両編成で運転を開始したが乗車率の高さから後に9両編成に、7尾線電化後は基本7両編成付属3両編成の10両編成に増強されている。 1986年11月1日以降、東日本旅客鉄道、JR 東日本の上沼水運転区、現在の新潟車両センター所属の485、軽1000番台、1500番台給料編成、クリーン車1両を含むが、来庁の運用に加わった。来庁の晩年は、 京都総合運転所所属の485.489系電車の6両編成。489系は、先頭車のみ、他客時には9両編成で運転されていた。スーパーライチョウから転用したパノラマ型グリーン車を、はじめ、リニューアル車を組み込んだ編成が多かった。ライチョウに運用される485系電車の行き先表示記事幕は、日本国有鉄道。 国鉄時代からものをそのまま用いており、JR 西日本オリジナルの黒字字幕には交換されていなかった。また、指定席の2.3号車間にはトイレ、洗面所の設備がなかった。スーパーライチョウは2001年3月3日の683系投入により廃止、来イは2011年3月12日に使用車両が681系68、683系、 系に統一されたことにより、サンダーバードに統合されて廃止された。雷鳥の列車名は、富山県の立山連峰の鉱山地帯に生息し、富山県の県庁でもある、特別天然記念物の雷鳥に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。